来んなよ。絶対来んなよ、お前。まったく。あいつの横通るの嫌です。ここだよね。オッケー。やだ、真っ暗。そうだ、ランプ。こっちにはランプがあるんだ。貯蔵庫入り口。地下1階。地下多いね、この部屋。の。貯蔵庫。鍵がかかっている。ダメじゃん。穴開いとるで。待って待って。穴？ひび割れが。壁に穴が開いている。この大きさじゃ私は入れないよね。あ、スノーボールならこの穴入れるかも。マジか。いけるか、スノーボール。いけるか、やってくれるか。いける？お願い、スノーボール。おーおーおおお。賢いぞ、スノーボール。なんかすごい、前向いたまま歩く。怖いぞ。左上なんか いそう。大丈夫？これは何？鍵？これ。ライターオイルを手に入れた。やった。お声が聞こえる。え、なに？声が聞こえるよ。なに？え、はい。おい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 。え、ライターオイルは？ライターオイル。ライターオイルを容器に移しますか。渡してくれたんだね、ライターオイル。スノーボール無視して。ライターを手に入れた。あやちゃん結構ドライだな。やつはもう用済みだって。わっ！ちょ、スノーボール、あ、明かり消えちゃった。嘘。どうしてつかないの？お願い、ゾンビがいるよね。やっぱり背後を取られた。え、いないよ。今、後ろに、誰、か、ああ、見えた。気のせいよね。いや、見えたけど、めっちゃ。サムネ決定です。ちょっと、スノーボールどこ行ったの？ちょ、待ってよ。あいつ絶対来るぞ。待ってよ、来いよ。あいつ絶対後ろ来るぞ。ブンって。はい、来ない。あ、スノーボール暴れた？スノーボールが暴れてる。めくれとるで。ちょ、セーブ。スノーボール暴れちゃった。とりあえずそんどこ。とどめを刺しとこ。え、スノーボールどこ行ったの？さ、待って。あ、ライター手に入れたじゃん。ライター。ライターと油。何すんだろう。ちょ、何するかちょっと。あ、セーブ必要ないや。ちょ、何するか調べてくる。ライターで、お何するの？おい、ここの下いなくなってるよ。いた、死体がいなくなってるけど。移動したのこれ。なんか移動した痕跡ある。行きたくね？便器に入ったの？入ってるあ、出た！待ってちょ、待って。ライターと油どうすんの？どうすればいいの？何すればいいかわからん。何すれば？このままじゃ進めないわ。どうすれば？お？炎の卵のセリフ。邪魔するやつは燃やしちゃえ。燃やしちゃえばいいんだ。でもどうやって？油とライターを使いますか？はい！まさかとは思ったけどな。おりゃー燃えた。うーわ。無慈悲。あずいあずい。苦しい助けで。あ、やだ。あ、目を背けるんじゃない。見届けなさいよ。いや、マジか。マジで合ってたか。なんか使い道ねえなと思って。合ってたか。まさかと思ったが、燃えた。炭になってしまった。マジ、あ、これあれじゃん。実験室じゃん。やべえ。ちょ、セーブ。下は？剥製室。入れる。違う。おお。木製水バケツ。お、水汲めるぞ、これで。お、おお。いや、でもこのゲームね、そんなに面が広くないから、総当たり。え、なに？なんかガラス踏んだ？おお。なんか首が二つあるよ。生きてない？右の方。目が。もう、グロいよ。ちょ、もう一回もう一回。あ、ちょ、あ、やばい。なに？ジェム！違う。標本瓶、眼球を手に入れた。眼球？不気味な実験道具飾られている。ちょ、おちょ、やっぱ生きてるじゃん！ちょ、え、生きてんの？違う？あ、右の方。青いやつだね。青い眼球を手に入れたんだね。もう、ちょ、びっくりした。もうバタバタするな。
ここか。入ります。実験室。鍵かかってないのね。あ、あ、いるじゃん！マリア？おるやん。お嬢様？ん？汗かいてる。ひどい怪我してるわ。いえ、これぐらい平気です。マッドファーザーはどこ行った？私に構わず安全な場所へお逃げください。ここにいては危険です。人おらんと思ったら、いた。お父さんはどこ？部屋にいたらお父さんの悲鳴が聞こえたの。ふわーっていう。こんな声が聞こえたのよ。ふわー。そうだわ。教授を助けなくては。え、どうしたの？お父さんマジで。くっ。ゾンビに食われたか。その怪我じゃ無理よ。しかし。マリア、お父さんに何かあったの？教授はこの奥に。奥様が教授を、お？呪いか？奥様ってお母さんのこと？どういうことなの、マリア。浮気を咎めたんじゃないか？蘇って、お生き様。マリア？おやおや、気絶してしまわれたようですね。この感じは、やっぱり、奥から出てきた？おじさま。どうやら君のお父さんはこの先に連れて行かれたようだ。お母さんに？めちゃくちゃ暴れてるじゃん、お母さん。壁に叩きつけたの、ガーン。すごい、ハルクみたいな。大立ち回りよ。ここよりも深い地下の迷宮に。迷宮なんてあるの？マリアは何を見たの？お母さんは亡くなったはずなのに、一体何が起きてるの？まさかお母さんまで呪いの力でゾンビ化したか。その質問の答えはこの先にあるでしょう。あなた誰だ？うわ、入ってった。おい、主人公より先に入るな、お前。なんでじゃ。主人公より先に入ろうとするな。不思議な人。人なのか？オーガって言ってたよね。言ってたっけ？なんか耳尖っとるし。エルフ。ダークエルフ。気を失っている。はぁ、あ。主人公より先にさ、先に進むやつある？おかしくない？それ。俺がまず先に見るべきでしょ。何もないか。お母さん暴れたね。でもこれめっちゃ、机とかもう、ガタついてるけど。おお、え、お父さんおるやん。お父さん連れて行かれたん、あ、お母さん、なんか胸に血がついてますよ。美しい。ゾンビなの？お母さん？お母さんなの？わー、待て勢いが、かわいい、この、イラストかわいい。嘘、今のは本当にお母さんなの？白心の待ってが出た。私がお母さんを見間違えるはずがない。お母さんは、あの姿はお母さんだった。どうして？お母さんまでやっぱり、これも呪いの力のせいなの？気がつきませんか？まだ、そこにおったの？え、ずっといた？やべ、見てなかった。あ、ちょ、後で確認してみよう、みんな。この惨劇は、ある女性の呪いの力によって呼び起こされたのです。君のお父さんに対する恨み。その恨みの念が呪いとなり、お父さんを死に追いやろうとしている。まだ生きてんの？お父さん。その女性ってもしかして？もうお気づきですね。そう、君のお母さんです。そんなはずない。なぜそう思われるのですか？だってお母さんはお父さんのことを愛してたもの。お父さんのお仕事のこともお母さんは理解してた。それにお父さんだってお母さんのことを愛してたんだもの。でも浮気したぞ。お母さんは幸せだったんだよ。お父さんを恨んでるなんてそんな。もしかしてお母さん、お父さんとマリアのこと。信じたくない。でも、香水瓶ぶん投げてたし。めっちゃ切れてたよ。おっと、確かめに行くのですね。開くんだ。あ、開くんだ。お母さんがお父さんを？そんなはずない。だって約束したんだもの。お母さんが約束を忘れるはずがない。何の約束？お父さんは絶対に殺さないっていう約束？大丈夫よ、あや。お父さんは殺さないわ、私。どんなに恨んでも、あ、いなくなってる。お父さんだけは殺さないでいてあげる。人が眠っている。死んどるでしょ、絶対。眠って、うわぁ！眠ってないじゃん！もう動かない。超びっくりした。今にも動き出しそうだ。出てくんなよ、絶対。ピクリとも動かない抜け殻のようだ。抜け殻のようです。不気味だが美しくも感じる。おぉ、これ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 。ジェム、あ、オッケーオッケー。ジェムでしょう。これめっちゃ気になってたから。これ置いて先進むんじゃないよ。待って。21個中8か。もうだいぶ来たんじゃないか。取り逃しねえかな。遺体安置室。改めてね。うわ、これ絶対動くやつじゃん、これ。ちょ、待ってよ。あ、でも、ピコンって出ない。なんか、左上にあるよ。あれ何？首じゃないのこれ。ちょ、待って、これ。ちょ、待って。ちょ、怖い。
あれ生首じゃないの？お父さんの。体どこ？気持ち悪い。体ここじゃない、どれかじゃないの、これの体どこ？びっくりした。なんかバケツからさ、なんかタオルがはみ出してるのかと思ったら、あーちょ、そんな、あ、これじゃない体。ああちょちょ待って待って、これって俺触れたら死ぬ、これ。ちょ来ないで。これ体をさ、ほらほら、これだよ、ほらこれだよ、体、ほらこれだよ、これだよ。お、頭と体。お、マジで見つけたぞ。あ、ゾはなかった。見えないんだぞ。おーおお、反対についてるよ。お、ありがとうな、お嬢ちゃん。あべこべについちゃった。大丈夫かな、癒着する前に早く前を向かせないと。あ、消えた。いいんだ。雑だな、結構。判定が雑だけど。戻った判定雑だけどいいな、あれ。あのまま固定したらどうしよう。すげえ不便になっちゃうけども。待って。あれ、お父さん？お父さん？え、お父さんもう見らかしてるじゃん。お父さんじゃないの？これは。ちょっと待って。虫たがってない？これ。老人は一人で何かをつぶやいて、つぶやきじいさん？つぶやきじいさん？つぶやいている。まったく、あの若造め、あの女の言いなりになりよって。あいつは騙されておる。あの女の本性を知らんのだ。あの女は悪魔を生み出そうとしておる。ドクター以上に頭の狂った女だ。まあどうなろうと、俺の知ったこっちゃないがな。めっちゃつぶやいてる。お母さんが、お母さんが諸悪の、お、樽の中で何かが光っている。取ろうよ。取ろうよ。取らんの？バケツで救おう。お母さんの方がやべえのか？呪いで殺そうとするぐらいだし。やっぱ黒幕か？お母さんが。待って、回廊。広くねえか、地下。こんな広かったっけ？もう記憶はないです。俺の記憶はないですよ。これは入れるだ。木製のバリケードが邪魔をして通れない。ぶっ壊そう。真っ暗で何も見えない。ぶっ壊すか。これって、一周回ってきたのでは？瓶割れとる。行かれへん。お、お、組み立て式はしごを手に入れた。ちょ、待って待って待って。これ何、何、これ何、何これ。見えない。死体？首？ちょ、何これ。あ、なんか、あれか。下から出てきてんのか、人間の体が。何かと思った。合ってるよね。ちょっと目が悪くてね、メガネかけてるんだけど。見えないんだ。ここ、はい、出ますか。あ、鍵開けた。はい。オッケー。貯蔵庫から繋がったぞ。組み立て式はしご。ああ！はしごね。オッケーオッケー。はしごを組み立てよう。おお！いなくなってる。いなくなってる？おお！一つ残らず食い散らかされてる。音が怖え。ケルベロスいなくなったが、追っかけてこんよな。カラス、セーブさせてくれ。はい。ありがとう。終わります。ここで初めて区切ります。次の動画も見てね。